はい、ピースケでサックスペアっていきますということで、はい、まひるちゃんですね。ちょっと、まあ、SR1 枚もらえたので性能の方を、ざっくり見ていきたいと思います。はい、明治より続く、東道流野球道を広めるべく日々奔走している強さを求める者には誰よりも身柄になってくれる姉御肌ということで、はい、お姉さん系美女でございます。はい、で至高の三類種で、またはそれ以外だと、魔術師アイコンタクトということで、うん、まあ金徳はね悪くないんですけど、うん、そうですね、あ、金徳持ってないんだ、なるほどね。まあそんなに強くないかなっていう印象です。まあもらえるキャラにしてはって感じかな。うん、で石神くんの、まあ、なんかテーブル違いというか、うん、まあ、上限が2だけ勝ってますよっていう、はい、で3類以外だったら金徳査定勝ってますよみたいな、はい、感じです。で初期評価高いんだね、うん、で PSR だとだいぶタック踏みやすいのかなっていう感じだと思います。はい、50でどうなんだろうね、このテーブルだと。なんだろうこれ、キソボナ、キソボナかやる気かだと思うんですけど、うーん、まあ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 、45で、45でって言ってもね、なかなか45サクチャレで作れないので、ちょっとなんとも言えないんですけど、うん。PSR になっちゃうよね。だから、100位か。100位以内入れば、こんぐらいの性能で使えますよっていう感じです。はい。そうだね。まあ別に見た感じ、あ、でもタグボ高いね。タグボ、そうか、固有であるんだ。固有であるので、基礎ボナなんか乗るのかな、50で。なるほどなら、まあ一応エジプトで使えなくもないですよっていう感じ。はい。で、エジプトは肩とメンタルが、まあ、得意練習でね、ピラミッドを作るのが変わるんですけど、うん。で、肩とメンタルは必須になってて、で、まあ、肩キャラが、まあ、海馬とかゴブリンとか、あと誰だ、まあ、その辺か。その辺が、まあ、最初はずっとゴブリンとかになっちゃうかなっていう感じなので、まあ、そこと戦ってどうなんでしょうっていう、はい、感じになるかなと思う。まあ、三類種だったら、バカワンチャンって感じかな。うん。で、左キラー枠なので、ゴブリンが。うん。肩2枚無理やり入れちゃってっていうパターンももしかしたらあるかもしれない。うん。まあ、どっちにしろ多分ね、サードで使うかもしれないっていうぐらいな性能になるかなとは思います。はい。まあ、なので、まあ、もらえるキャラとしては、もらえるキャラで思考の時点で、まあ、いいのかなっていう、ありがたいのかなっていう感じだとは思うんですけど、うん。まあ、めちゃめちゃ、こいつゲットしなきゃいけませんよっていう感じの性能ではちょっとないかなっていう、ちーちゃんみたいなね、昔の、もうだいぶ昔になりましたけど、はい、みたいな感じではないかなっていう、はい、性能だと思います。はい。まあ、絶妙といえば絶妙なのかな。まあ、石神くんと、伊之助か。思考の三類種で言うと。なので、まあ、思考の三類種最強はまあ、こいつだと思うんですけど、個人的には。うん。まあ、それに次ぐぐらいの、性能にはなるのかなっていうふうに思いますんで、はい。まあ、ゲットして損はないキャラかなっていうふうには思いますっていうぐらいかな。うん。なので、まあ、多分、まあ、最初の方ちょっと使われるかもしれないですけど、うん。年明けぐらいまで、年明けぐらいまでなんか、もしかしたら、ベンチで体温めるぐらいにはなるかもしれないですけど、うん。そうだね。まあ、それ以降は、まあ、シラスとかでは多分全然入ってこないと思うんで、シラスはもう、ここに金徳がないと、もう話にならない感じになっちゃうので、うん。例えば、こういう感じ？こういう感じで金徳がないとっていう感じになるので、まあ、エジプトの次の環境がシラスで、まあ、その後混合って感じなんですけど、うん。混合性能でもなさそうなんで、はい。っていう感じです。なので、うん。まあまあまあ、エビルとかに向けてもらって全然いいのかなっていうふうに思います。まあ、でもこれに関しては、点数いっぱい出しさえすれば、はい、もらえるっていう可能性は広がる感じになるんで、うん。まあ、その辺は、あとはまあ、好き好きで、うん。キャラデザ可愛いんでね、キャラデザ可愛いんで頑張るとかでもいいと思うし、うん。
まあ、その辺は人それぞれで、はい、いいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、高評価の方と、はい、皆さんのご意見とかいただけると、はい、コメントなどいただけると、はい、嬉しいので、はい、どう思ってんのかがね、ちょっとあんまりわかんないんでね、はい、なのでよろしくお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひ、皆さん、バイバイありがとうございました。